味噌汁日記はこちら。過去のグランガイアから現在のエルガイアにつながる物語を紙芝居で紹介したいと思います。ブレフロ紙芝居、本日はグランガイアとエルガイア現在につながる物語、始まり始まり、パチ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 。かつて人類、魔獣、精霊たちなど全てのものが平穏に暮らす世界があった。その地の名はグランガイア。これグランガイアです。だがやがて人類がその力を武器に他の者たちを支配するようになると、それはいつしか種族間の争いを生み、そして神々の怒りを呼ぶこととなる。人類は無謀にも神々に戦いを挑むも、その力及ばず。神々の一人ルシアスの提案によって命を救われた一部の人類は、グランガイアとは異なる世界、エルガイアに封印された。時が経ち、グランガイアを実際に知る人はいなくなり、グランガイアは伝説やおとぎ話の一種としてエルガイアの人々に語り継がれてきた。エルガイアのどこかにあると囁かれてきた二つの世界をつなぐルシアスの門、その存在が公になった時、人類は再び大いなる力を手に入れるため、グランガイアの地に足を踏み入れる。これがざっくりとしたプロローグで、一体何のこっちゃですよ。というわけで、もっとわかりやすいものを用意してきました。こちらです。まずは1話ですね。グランガイアハッピー期、まあ、人とか魔獣とか、まあ、精霊とか、まあ、とにかくみんなが暮らしている世界でしたっていうのがグランガイアなんですよ。なんかいろいろ、まあ、国ができたりして、こう種族間同士の争い、人同士の争いとか、まあ、争いが勃発したんですよ、グランガイア内で。そしたらですね、あの神様たちが、神々がですね、グランガイアに侵攻してきたわけですよ。神々はやったらめったら強いんですよ。で、まあ、人々はこう追いやられて、うわー勝てないよーってなって、そんな時に神々の中の一人ルシアス様が、まあ、ルシアスの門というのをバーンって作って、で、まあ、そこから、まあ、一部の人間がそこから逃げたわけです。で、ルシアス様はそこで平和に暮らせるように封印をしたわけです。ルシアスの門っていうのがあるっていうのはみんな知ってたんですけど、ただ本当に見える人がいなかったんですよ。このルシアスの門を、まあ、見ることができて、こう通ることができるっていう人間が、あと人間が召喚師になるわけです。その力を持った人は、まあ、その力を持った人を呼び、一個の組織になるわけです。それが魔盗隊とか、あの人形の狩竜とか、ああいう感じで組織ができてきて、でその組織でみんなでグランガイアの地に行くわけです。それが今の、現在につながる物語ですね。今の物語にここに来るとなるわけです。でもこの大まかな流れを把握した上で、ユニットのね文章とか読んだりストーリーをしたりするとよりわかりやすくなると思うんですよ。なのでですね、ぜひこれを知ってた人はもちろん楽しんでると思うんですけど、もし知らなかった方がいれば、ぜひこれを知った上でストーリーを読んでみてください。もうめちゃ楽しいです。私はいつももう幸せに満ち溢れながら読んでます。というわけで、本日のブレフロ紙芝居はここまでです。皆さんいかがでしたか？もし何かお気に入りのユニット、この時代だよとか、このストーリーだよってのがあったら、ぜひコメントで私に教えてください。そして多分そうすることでみんなも見ると思うので、はい、みんなで楽しさを共有していきましょう。じゃあねー皆さん、このコインがこっちに瞬間移動したらチャンネル登録してください。いきます。
すごいですよ、テラキネスで、わーすごい、私こんな力があったなんて、すごいすごいよー。